ジェローム・ダンブロジオは、ベルギー・ブリュッセル首都圏地域エテルベイク出身の、レーシングドライバー。フジテレビ会一中継など一部のメディアでは、ダンブロジオとも表記されている。また、ラストネームだけを読むならばアンブロジオとなる。金曜フリー走行で、バージン VR-01 オカル、ダンブロジオ1995年にレーシングカートを、はじめ、モータースポーツの世界に入った。 1996年にはミニクラス、2000年にジュニアクラス、2002年フォーミュラ A クラスで、それぞれベルギーチャンピオンとなった。2007年はインターナショナルフォーミュラマスターに参戦。5勝を挙げ、シリーズチャンピオンに輝いた。2008年、2009年はダムズより g p に、g p にアジアシリーズに参戦していた。チームメートは小林カムイ。 2008年から2009年シーズンの GP にアジアシリーズでは小林に次ぐシリーズランキング2位の成績を残した。また GP2 では2008年にランキング11位、2009年に9位といずれも小林を上回る成績を残した。2010年も引き続きダムズより GP2 に参戦。リバースグリッドによりポールポジションからスタートした第4戦のモナコグランプリ。 第2レースで GP にでの初優勝を達成した。2010年はルノーのリザーブドライバーとして契約する。ルノーのチーム代表、エリック・ブーリエはダンブロシオのマネジメントを行うグラビティスポーツマネジメント社の代表でもある。シンガポールグランプリからブラジルグランプリの間の参戦ではバージンより金曜、フリー走行1回目に出走した。 最終戦アブダビグランプリ後の若手ドライバーテストでは、バージンとルノのそれぞれで1日ずつ走行する機会を得た。2011年はバージンにスポンサーを持ち込み、セカンドドライバーとして参戦。開幕戦オーストラリアグランプリの予選では、107%ルールをギリギリでクリアして22番手から出走し、決勝は4周遅れながらも14位で完走を果たした。 第2戦マレーシアグランプリではリタイアを期したものの、続く第3戦中国グランプリでは、予選でチームメイトのティモグロックを上回る21番手からスタート。決勝も20位で同じくグロックよりも前で完走した。第5戦スペイングランプリ前には持ち込んだスポンサーの支払いが滞り、シート喪失の可能性があったが、マネジメントを行うグラビティスポーツマネジメントが、 大金を肩代わりし、この後シーズン終了までシートを脅かされることはなくなった。予選ではチームメイトのグロックに対して4勝15敗と差をつけられるも決勝ではグロックと遜色ない速さを見せ、ランキングはグロックを上回る24位であった。しかし翌年のシートを確保する資金が足りず、この年限りでバージンのシートを失うことになった。2012年は レギュラーシートを獲得することができなかったため、ロータスとサードドライバー契約を結んだ。ロータスは2010年にリザーブドライバーだったルノーが元になったチームであり復帰する形となる。第12戦ベルギーグランプリで、レギュラードライバーのロマングロージャンが、スタート直後の複数台が絡むクラッシュの原因となり、次戦イタリアグランプリの出場停止処分を受けたため、代役として、 イタリアグランプリに出場することになった。結果は予選16位、決勝はカーズの故障もあり13位となった。2013年はロータスとリザーブドライバーとして契約した。2014年は会一から離れイギリスで開催されているベントレイコンチネンタル GT によるレースに参戦。その後、同年9月より新たに開催されたフォーミュラ E において、 ドラゴンレーシングフォーミュラ E チームより参戦している GP にアジアシリーズ編集ありがとうございます。